や当初ある柳並木が有名ですよね。また鹿島牛や、冬の松葉ガニがとっても美味しいんです。はい、この城崎温泉、夏もとっても満喫できるんです。毎年開催しております城崎温泉夏物語、期間中は平日は毎日花火が上がり、イベントも盛りだくさんです。今年の開催は7月26日から8月25日までです。詳しくは城崎温泉観光協会のホームページをご覧ください。来週からですね、夏といえばこちら浴衣ですよね。はい、浴衣、城崎温泉は日本一浴衣の似合う町と言われております。夜でも安心して浴衣姿で、そこの方を外湯巡りをしていただけますし、城崎温泉では浴衣じゃないとおかしいくらいなんです。はい、浴衣の似合う女性を選ぶミス浴衣コンテストを毎年開催しているんです。このコンテストで入賞された方々を城崎温泉観光大使として任命しています。日本の伝統和装の一つである浴衣を身にまとうことの楽しみや価値を通じて、城崎温泉の魅力を全国に発信していきます。このコンテストでは、1番を決めさせていただきます。今から第一選考の書類審査と第二次選考の面接を見事突破したファイナリスト8名をご紹介します。その後8名が一人一人自己 PR を行っていきますので、この人と思う方に投票券を投票箱にお入れください。投票券はスタッフからお受け取りください。それでは早速ファイナリストに登壇していただきましょう。お願いします。華やかですね。はい、皆さん可愛らしいですよね。皆さん、はい、それでは簡単に自己紹介からしていただきましょうか。まず1番の方からお願いします。サリーナンバー奈良ゆうきです。25歳の副業は経営コンサルタントをしております。よろしくお願いします。頑張ります。エントリーナンバー2番川口愛香です。20歳の大学生です。今日は頑張ります。よろしくお願いします。エントリーナンバー3番、21歳大学生です。皆さんに最後まで楽しんでいただけるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。和島里奈です。22歳の大学生です。一生懸命頑張りますのでよろしくお願いいたします。エントリーナンバー5番松井美希です。現在21歳の大学生です。よろしくお願いします。エントリーナンバー6番の鈴木ゆりなです。22歳の大学生です。精一杯頑張りますので応援をお願いします。エントリーナンバー7番向井亮です。大学生です。今日は一生懸命頑張りますのでよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、上村あすかです。エントリーナンバー1番です。19歳大学生です。今日は皆さんと楽しい時間を過ごせたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さんの緊張が感じますね。ぜひ皆さん応援の方お願いいたします。それではここからお一人お一人順番に自己 PR をしていただきたいと思います。すごく緊張されているんですけれども、私たちも去年こちらのミス浴衣コンテスト大阪大会でいろいろ自己 PR をさせていただいてすごく緊張したんですけれども、皆さんの温かい応援で私たちは頑張れますので、ぜひ応援お願いいたします。
このお色
様は誰でも、また一日日帰りのお客様は里湯巡り券をご購入いただくことで、誰でも7つの温泉を自由に楽しんでいただくことができます。それではお次のエントリーナンバー5番、松井美希さん、よろしくお願いします。
今日も自分で着付けてきて、ヘアアレンジもしてきました。突然なのですが、弘前温泉は日本の温泉地のランキング何位でしょうか？全部で2983箇所ございます。正解はジェラン様の統計によると19です。当時大雪で現地に着くまでに大阪から7時間ほどの長旅でした。しかし現地に着いた時に見た雪景色や雪で遊んだことにより長旅だったことも忘れるくらい素晴らしかったです。初めて食べた但馬牛もすごく美味しかったです。毎日花火の見られる弘前温泉120km のロングランの盆踊りチャレンジライド、参加者全員景品の当たるカニカニサンタのクリスマスイベント、トヨタアートフェア、バーバーバー弘前マクドナルド、160年前の火山活動によって作られた玄武洞、ありがとうございました。エントリーナンバー6番の
したいと思います。弘前温泉にはもっと温泉シリーズの本があります。今回はその中の一つ弘前裁判についてアピールしていきたいと思います。こちらの本は作家は人気小説家牧野学さんです。プリンセス豊臣や鴨川ホルモーで有名な小説の作家の方です。なんとあの有名な志賀直哉さんの芸術で実際に描かれたということです。弘前温泉のたっぷり魅力詰まった本です。少し朗読させていただきます。そんなに困っているのなら一つ温泉にでも使ってきたらどうだいと久しぶりに電話で話す機会があった先輩作家から勧められた時、ふと弘前という名前が思い浮かんだのはやはり昔読んだ小説の記憶があったからなのです。よく筆が進まず小説の仕事を中断したまま下手月が過ぎようとしていた。どこでこの話を聞いたのか出版社の担当も当時を勧められたそうで、昔の文豪みたいでいいじゃありませんかなどと言ってくる。冒頭なのでしかしですが続きはお楽しみにです。私はですね、この弘前温泉の本の魅力をいっぱい伝えていければなと思います。もし少しでもこの本に触ってみたい、読んでみたいと思った方、ぜひ清き一票お願いしますと最後に言い忘れていたんですが、こちらタオル生地なんですが、こういう風に本が読めるようになっています。お風呂の中で浸かりながら読める、そんな画期的な本なんです。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。弘前温泉でしか買うことのできない、オリジナルの素敵な本、お風呂の中でも読める本、ぜひ皆さんもお買い求めください。続きまして最後になりましたエントリーナンバー8番の上村明日香さんです。よろしくお願いいたします。
に配りに行ってもらえ